一回落ちようかな、こう。落ちたの？落ちて一回。一回落ちた。一回落ちて、また行くの。一回落ちたの？一回落ちた。びっくりしたあ、びっくりした。その目、描いたんすか？はい、描いてない。だこれは私の目だから、うん、さあ、というわけで今日はコストコの豚肉、豚こま、豚、あっちー、豚こまを使ってお料理をしていきたいと思います。キラキラ側、キラキラ側だとあれでしょ、ちょっと素敵でしょ。ママ、チキン食べたい。今日は豚こまを使ってお料理をしていくわ。ね、ママチキン食べたい。ママチキン、ミルフィーユカツをしていこうと思います。ママチキン食べたい。うるさい、黙っとけ。黙っとけ。今からミルフィーユを作ると言ってるんだ。なんで？わかったか。なんだ？バカ。ダメでしょうか。なんだって、なんだって、今なんだって、こいつがバカだな。おい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 、バー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 豚こまでカツを作ろうと思います。ガツとかのレベルじゃねえよ。ミニアガバサのなんだいなんだい、いやいや、なんでもないです、ね、豪快だなって思って。大きいね。1枚肉を買ってもいいんだけど、そうするとやっぱ値段がね、ちょっと高くなるわけですよ。だけどちょっと手間暇をねかけることで安く手に入るのならば、ならば喜んで手間暇をかけて差し上げようということです。少しでも削減ということですね。少しでも削減して美味しいものを食べさせてあげたいというこの母心、今日の独身男性だな、はい、母は強しですからね。背中が痛かろうと、膝に水がたまろうと、キッチンに腹が乗ろうと、今日も今日とてキッチンに立ちます。今日のご飯なあね。今日のご飯は、うん、お肉だけ食べたい。今日はカツ、カツ、麺、カツ麺。どうされました？どうされました？あれってみんな、あれってみんな。
あぼーゾンビね、ママね。いい？ガボーゾンビになった？最近ママゾンビの映画見てるから。じゃあ、どうさ、パパ帰ってきてさ、うん、パパ帰ってきてみよう、夜になった。めっちゃ夜じゃん、それ。めっちゃ夜、はい、めっちゃ夜になったら、だいぶ僕が小さい。何泣いちゃった？教えて。リアがさ、こうやってやって、うん、こうやってやって、ちょっと待って、ママ今お話ししてるから、こうやってやってさ、こうやってやってさ、こうやってやってさ、リアがこうやってやって、やっただけなの？肩を組んだってこと？こうやってやったの？ついてたの。うん、ついてたから、これ取ったの。こうやって取ったの。取ったの。うん、そしたらやめてって言ったの。うん、ほんでそれでそんな泣けるの？悲しかったの？あ、取ってあげようとしたのに、ね。そしたらさ、それをさ、すぐママに言ってくれたらよかったね。今取ってあげようとしたんだけど、やめてって言われちゃって悲しかったんだって言ったら、そうか、でもこいつ偉かったねって言えるじゃん。だけど相手泣いてたらママわからないし、逆にあんまり言わんで泣いてたらうるさいって言われるよ、ママに。ね、全然おしゃべりしてくれないんだったら、いいよ、もう向こう行ってって言っちゃうよ、ママ。ね、お話ししてくれないんだったら、もう静かにして、ママ、ママご飯作りたいから向こう行ってて、うるさいなってなっちゃうよ。ねえ、ココ全然悪くないんだったら、悪くないのにココがお話ししないから、ココが悪い子になっちゃうとこだったじゃん。悪い風になっちゃうとこだったよ。だからママがお話ししてって言ったら、ちゃんとしてくんないと。そうじゃん、違う？うん、そう。で、ごめんね。いいよ。ね、おんぶひもやって。おんぶひも、ふざけてる。ノエルが言ってましたけど、うん、料理中にね、手を止めてできるっていうのはすごいと思うって言ってました。それはね、料理をしているとわかるけど、それが逆に一番早いというか、効率のいいやり方というか、なんか手を止めてわざわざやるのはさ、時間がかかるね、後回しになっちゃうって思うじゃん。私にとってはこのグズグズのタイムのが効率が悪いな、気になって。だから自分の心の平穏のためにもあるよ。子供も満足するしね、ちょっと話せば。要するにあれってさ、ここに来てグズグズ言ってるのって本当に言ってほしいんだよね。意地張っちゃってるけどさ、分かっちゃうけど、でもこっちも疲れてる時はイライラするよ、そりゃ。もうお母さん今日は疲れてるからね。これマジで一家に一台欲しいよ。サラサラタイプ。便利ですか？マジクソ便利。口悪い。マジクソ便利。大事なことだった。大事なこと。口悪いな、今。ちょっとね、しょうがない。人生谷あり、山あり谷ありでしょ。うん、谷。人生に頂上なんてねえんだよ。登りっぱなしだ。私は絶対下ることしねえからな。絶対くだんねえ。体重と一緒じゃないですか。それをくだらしてくれよ。タンタタンタタンタ。
左バッターバンコク。もう右よ、もう右手よ。もうそしたらもうほらもう使いにくくなるよ。出る。痛い痛いよ痛いよ。そうやんそうやん。ポトン。油が足りません。油が足りません。佐々木家あるある。おめでとう、ひすいちゃん。どうも。ひーちゃん、おめでとう。どうも。高いです。フライ温め機能がありまして、サクサク感を残したままフライを温めることができます。なので、わざとです、私。ね、わかる？もう、あれなの。わかる？ん？ね？真っ赤です。真っ赤ですでしょ？わざと、わざと。さあ、こちら。こちら。ビストロという商品でございますね。こちらですよ、温めいろいろという機能がございます。そちらにフライというところがありますね。グリル皿、この銀色のやつがグリル皿と言います。そちらの上段ですね、上段の方に入れていただいて閉めます。そして温めのコツなんですが、仕上がり標準ジャック、強といろいろ種類がございます。スタートボタンを押すだけで、こちらフライの着火を残したまま温めることができます。いいですか、よくお聞きになりましたか。もう一度聞きたいですか。ビスト、グリルを、ビスト、グリルを、Yes, yes, 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 yes.Yes, yes, yes, yes. これをやるとですね、余計な油も落ちるわけですね。はい、出来上がりです。みたいになっちゃうねこれ。でもなんか可愛いかなと思ったんだけど。こんな色なんだ。卒業式の歌ね。もう、この女うまっ。うまいでしょ、うん、
梅のやつも裾のやつもあるからね、欲しいやつ行ってよ。梅のやつ食べたい。梅のやつ食べたい。いや、ダメだけどね、外れるやつ。梅のやつ食べたい人。はい。一つ。梅、はい、食べた。二つ。チーズ食べた。チーズ。チーズ食べた。ここも食べたい。梅。梅いっぱいかけてほしいな。チーズもいっぱい。意外と梅が人気。なんかおかわりって嬉しいですね。これもいらない。梅チーズ。わー、梅干し。梅干し最高。ダメ、梅いっぱい。マジで美味しい。カリ、うん、でもスープのやつは残ってる。